どうもおはようございます。10月28日朝6時14分の相場解説になります。FX オリガルヒと即可塾限定動画同時にお届けしてまいります。さあ、冷やしを見ているんですけどもどうでしょうか。冷やしはですね、こちらの材料を機械にぐーんと加工トレンドを作ってますよね。でも下髭が出ております。いわゆる攻め際に入ってるんですけども、この 下落がどこまで続くのかってことが一つの想定になるんですけども、今日はそのきっかけを一つ見つけましたんでお話ししていこうと思います。全体的には右肩トレンドは変わらないんですけどもね。でも今、セカンダリートレンドといって上昇の中での下落に入ってますんで、これをいつ終わるかを見極めることが次の利益ポイントに大きく変わってくるというふうなことになりますね。一つのヒントはこのげ先にあるのかなと思いますけども、どうでしょうか。さあ、あとはですね、4時間です。 4時間を見ていただくに、はい、このような形になって、下落が進んでるんですけども、ヒゲを出して踏みとどまってるところあるんですけども、これ、いずれも材料で来てる介入後の動きですからね。ですんで、下落をしっかりと取っていくところと、あとは、あ上昇波動に乗って、結局、投機筋があ、こういった介入を利用して利益を上げてるってことはあると思います。で、最初の半年戻しから、 大きく下の方に下げられてきて今ここにいるわけなんですけどもこの下落がねどこで止まるかってことなんですよで私はそろそろ止まるんじゃないかなと思ってますけども昨日止まると思ったところで止まらずにさらに下の方に下がっちゃったんですよねですので今日も新たなる下落が止まるポイントを見ていきたいなと思うんですけどもそれが1時間にあったわけですよこれがうまく作用すると本当にそうなりますで前回の動画でもお話ししたと思いますけどもこちらがね大体こう転換を予想する 二つの陰線陽線の並びなんですよ。これはよく覚えておいてくださいね。これは本当によく出ますから。じゃあ、ここで陰線四線が、ああ、何、特徴が出て、下落から上昇へ転じたときに、どういう上昇に転じたか、こういう上昇に転じることもありますけども、徐々に階段を作るのに n g をかかってきて、転じることもあるわけですよね。で、今回はその後者の方だと思うんですよ。というのが、こちらの方で一発グーンと伸びたんですけども、 上引きを出して下の方にまた行ったっっていうのはお話ししたた通りでしょそれ下に行ったんだけどもここで下火をたくさん出して結局は上昇の列を作ってるんですよそのボラティリティもちっちゃくなってきてこれから資金がどのように入るのかちょっと分からないところですけどもでもおそらく安値切り上げ高値切り上げを繰り返して結局ここを超えてブレイクしていってですねでひいてはこの辺りの水準まで戻していってえー、もっともっとね 来週とか再来週になってくるとぐんぐん伸びてこっちの方向に向かっていくんではなかろうかっていうふうには思いますけどもねこういうシナリオを今書いておりますえですんでまあ今日は材料が15時半と21時半ぐらいにありますんでね深追いはできないしあと材料を2つもあることをこう考慮して多くの方が多くの資金を入れることに躊躇すると思うんですよそれこそ5時間とか6時間の短期トレーダーだったらお金を入れるってことも考えられますけどもでも今からねうーん 10時間以上のエントリーしようと思うと材料2つやっぱかぶるわけですから資金の投入ってのはねそれなりにネガティブになってくると思いますよね、えー、というところでね、えー、流れはわかるんだけども今日はまあエントリーはあんまりしたくないですね <laughs> 昨日も今朝にかけて利益を取るところは取っていましたんで、えー、今回皆さんには考え方をねやっぱりこの学んでいただきたいかなと思ってるわけなんですよ でえ今解説した通りに今日動いていくのかどうかそれを見守りながらと同時に昨日の解説がどのように今朝までになってきたのかこちらの方も復習しながらね今週を終えていこうかと思いますえそれではオリガルヒの皆様にはまた追加放送がありますのでそちらの方お待ちくださいお疲れ様です